この時間はゲストを迎えしています。2月26日にジャスタックから第2部銘柄へ市場変更となりました。証券コード9385、株式会社省営コーポレーション代表取締役社長の柴原英治さんです。どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速なんですが、はい、本社 の事業内容のご説明からよろしくお願いいたします。はいはい、私どもは3つの事業がありまして、はい、1つ目が中心になるんですけど、パッケージ事業というのがございます。これはお客様に包装資材も、まあ、物を包む製品を包むところの包装の資材を販売することと、で次はお客様の商品をお預かりして最終工程の包装とか充填をする作業、はい、さらにですね、商品として例えばゴミ袋のように商品としても販売するということもございまして、はい、パッケージは3つの機能がございます。でもう一つが、はい、2つ目がメディアネットワーク事業と申しまして、これは通販さんのダイレクトメールの発送代行を主にしておりましたけれども、そこから発展しまして通販さんのあらゆるサービスを今受けるようになってきました。例えばこういろんなこう商品をお送りするダイレクトメールだけではなくて、商品梱包とか景品をお送りするとかイベントのお手伝いをすると、そういうふうな事業も展開をしております。で最後にですね、3つ目が日用雑貨品事業がございまして、これは9割が100円均一ショップに商品を卸しておりまして、残り1割が量販さん、主にドラッグですけども、こういうところに商品を提供させていただいております。はい、以上3つでございます。なるほど。この割合で言いますと、やはりパッケージ事業が過半ということで大きいんですけれども、はいねはい、この収益性とか伸びとかですね、はい、そういうところから言うと、まあ、私のちょっとパッと見る感じではメディアネットワーク、はい、メディアネットワーク事業が伸びていて、はいはい、本社にとっても事業として効率がいいんじゃないかというふうに思うんですが、その辺はいかがなんですか。はいはい、おっしゃる通りで、我々期待しているのはこのメディアネットワーク事業の部分で、はい、お客様への総合的なサービスを、はあまあ、販売促進事業として捉えているんですけども、はい、この事業が今後かなり増えるかなというふうには期待しておりまして、でいずれにしましても日用雑貨品もメディアネットワークも全てパッケージは使用されるので、はいはいはい、パッケージ事業はこの2つに3つに分かれてますけど、この2つの日用品雑貨とメディアネットワークに絡んでるって言いますか、中に入ってる事業だというふうに思っております。なるほど、はい、物を作ってパッケージしてっていうのは普通はその会社さんがもともとやっておられたわけですよ ね、はいはい、ねでそれをその御社に任せるということのメリットっていうのはどんな感じなんですか。はいはい、もともと包装資材というのは少量多品種でございまして、はい、まあ、短納期で作るということもありまして、非常に非常にまあ普通でやると高価格になるんですけど、我々はそれをローコストで、はい、製作するまた充填するという方法を、まあ、掴むことができたので、うん、その器量をお客様にお知らせして最終工程の部分の包装とか充填を、うん、お任せいただくという、まあ、そういうふうな最近傾向がございます。うん、そうすると数でいうともう億ぐらい、はい、年間億という、はい、年間ではなく月間です、ね、月間パッケージの生産で1億5000から2億枚ぐらいを生産をしております。なるほど、はい、そうすると100万個ずつ個々の会社がやるよりは全部御社が集めて1億やった方が当然、はい、その方がいいと効率的だし、コストも安い。我々もその工場で自動で機械化してますから、うん、管理の面でも非常に安心いただけると思います。なるほ ど、そういう合理性がやっぱある、はい、あるんですね。はい、さて業績の動向なんですが、はいはい、現状の進捗、第三四半期の進捗状況とですね、はいはい、今期の見通しもお話しいただけるとありがたいんですが、はい、とりあえずですね、まあ、第三四半期の表でございますのでけども、やっぱ一応75は、まあ、そこで超えてると思うんで、はい、今の現状では利益面では 10% 近くアップした状況で来てますし、まあ、売上そのものは 3-4% ということですので、間違いなくこの決算期においてはほぼまあ 5% から 7% ぐらいは前年に比べてもいいかなと、で予算に対してもまあ、それぐらいいいかなというふうに思っております。なるほど、はい、あと中長期の見通しについていかがでしょう。はい、ですね、とりあえず今後もですね、5% から 10% ぐらいの伸び率で、はい、進めていきたいということを考えてまして、そのための設備投資をですね、今一生懸命させていただいてまして、先ほど言いましたけど、いろんな市場に受け入れられる事業になってきましたので、今後こういうような数字で、
展開できるんじゃないかというふうに期待をしております。2030年には売上で1000億を、はい、クリアするような、はい、そうですね、利益率は 10% ぐらい、はい、利益率が今まで良くなかったんですけど、はい、新しい事業の収益率が上がってますので、これぐらいを目指して頑張りたいなというふうに思っております。なるほど、はい、あと先ほどちょっと触れていただいたんですけれども、御社の強みですよね、はい、強みについて改めて、はい、ご説明いただければと思いますが、はい、我々 の、 そのパッケージ業界っていうのは、まあ、国内での生産が多いんですけど、はい、我々は早くから海外にも進出しておりまして、うん、海外での製造も盛んに行っております、はい、まあ、そういう意味で海外からの生産調達力が強い、うん、ということと、はい、あと、まあ、企画開発デザインも全て自前でやっておりまして、そういう点で一気通貫で、まあ、商品の製造までたどり着くということなんで、はい、しかもそれを、まあ、ローコスト、はい、ただに一気通貫というのではなくて、それをお客様の、まあ、寄与できるような低コストで提供できるというふうな仕組みが出来上がっております。ですから、まあ、そういう意味で少量多品種で短納期等にもついても強いし、まあ、一気通貫で低コストでお客様にいろんなパッケージを提供できる、で、まあ、そういう中で特に最近はやっぱ商品作りの方に向かっております。そういうふうな機能をですね、ただパッケージで、包装資材として提供するというよりも、商品そのものにして、展開していった方がいいというふうに考えておりまして、お客様の OEM で商品を作るとか、また自社でも完成品にしてお届けするという、まあ、そういうふうな方向に、全体に向かっております。はい、なるほど。まあ、為替ってですね、御社のいろいろ影響すると思うんですけど、ざっくり言って円高円安ならどちらが有利というか、もう圧倒的に円高でございます。円高が有利ですよね、はい、そういうことなんですね、はいはい、あと今後のビジネス展開、まあ、被るところもあるんですけども、今後のビジネス展開についてもちょっとお話いただけますでしょうか。はい、我々まあ先ほどから申しました、パッケージからどんどん商品化に流れてるんですけど、機能的には低コストでできるという機能が強い、はい、やっぱ国内外でうまく安いところを選んで、生産したりとか調達してますので、そういう機能で100円均一がもともと9割ぐらいを占めている商品なんですけど、今後はその低コストの機能を使って量販に、今1割しかないんですけど、今後はもう半分ぐらい量販にという、ことを考えてまして、量販に販売を展開をどんどんしていきたいなというふうに思っております。なるほど。この資料で、はい、商品開発プラス充填という写真をいただいているんですが、はいはいはい、この辺が今おっしゃったら、はい、商品作りの最終工程の部分だと思うんですね、はい、自分のところでもちろん企画デザイン全てできますし、うん、で商品まで作れますんで、はい、それをお客さんとの企画部とですね、うん、一緒になって商品作りをしていくという、うん、そういう仕事、現在 OEM ですけどもね、はい、自社商品もそれにつれて作らせていただいております、うん、はい、単にパッケージするというよりはこうメーカーの側にどん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 行くっていう、はい、入ってます、はい、最終工程をいただいてるんですけど、どん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 もう商品そのもので作れる機能を、はいはい、持ってきましたので、今後は商品作りの方に展開をしていきたいというふうに考えております。同じようなアイテムになるかもしれませんが、今後の将来のビジネス展開ですよね、はい、その辺はいかがなんでしょうか。お話いただきましてね、はい、今言いましたように、まあ、会社そのものは企画開発型の会社になりたいと思っています。なるほど。できる商品はやっぱりそういう開発商品ですよね、うん、で今年間で100円均一で年間300ぐらい新商品出してます。なるほど、はい、で今度は量販に行くと、これはまあ年間1000種類ぐらい出していくという、うん、本当に常に日々、まあ、毎日3つ4つやっぱり商品開発するという、うん、まあ、そういう企業になっていきたいなというふうに思っております。うん、そうするとこうスーパーの雑貨売り場に行くと、実は御社の商品を増やしたいと、並んでたっていう、商品を増やしたい、とりあえず水回りといいますか、台所であるとか、はいはい、トイレとか、まあ、キッチンというふうなところの今商材をどんどん作っておりますけれども、うん、なるほど。ざっくり先ほどですね、はい、一線を企業というふうにおっしゃってましたけど、はいはいはい、投資ってどんな感じでされるの？今ですね、非常に投資について今までそうでもなかったんですけど、本当にたくさん投資したいものがありまして、はい、特に今の充填であるとか、こういうふうな商品化に対する、うん、
設備投資は盛んに行っておりますし、今回まあ上場させていただいてですね、まあ、そういう資金もですね、その設備投資にどんどん使いたいというふうな考えあって、まあ第二部に、東証2部に上場させていただきました。なるほど、はい、そうするとあれですね、資本市場を使って資金調達もしながら、はいはい、MA なんかはどうなんですか？ MA もしたいと思います。なんで自分のところで、まあ、作っていくよりも当然、うん、そういう業者の方がおられたら M&A させていただくという方法も十分考慮して考えております。なるほど、はい、これから本当に楽しみですよね。そうですね、はい、さて最後になってしまったんですが、テレビをご覧のですね、投資家株主の皆様にですね、はい、社長からメッセージをいただければ、はい、ありがとうございます、はい、私も社長になって30年になるんですけど、はい、今回まあ東証2部に上がったんですけども、やはり自分の中では非常にそのちょうど成長期、第二の成長期に来ているというふうに感じておりまして、で、まあ今後皆さんに期待していただけるような企業に発展するような自信がございます。まあ、そういう中で今回2部上場ということもありますので、はい、記念杯を3円という形で、はい、13円という形で増配をしたいと思っておりますし、うん、また株主優待につきましても、今まであまりできていない部分についてもどんどん企画をしてですね、喜んでいただけるような企業になりたいというふうに思っております。いずれにしても収益性を高めてですね、業績上げて期待いただけるような、まあ、そういう企業に、なっていきたいというふうに考えております。さあ今日社長どうも本当にありがとうございました。貴重なお話をいただきまして、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本日お話を伺いましたのは、2月の26日にジャスタックから東証第2部銘柄へ市場変更となりました、証券コード9385、株式会社省エコーポレーション代表取締役社長の柴原英二さん、お話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。